どうも、恐竜探偵のガチャガチャピンピンガチャピンです。今日は僕の名推理が好評な意味がわかると怖い話第3弾をやっちゃいます。前の僕の活躍を見ていないお友達はぜひチェックしてね。というわけで最初のお話スタートです。友人とキャンプに行った。遊び疲れてブラブラ一人で歩いていると古い吊り橋があった。下は川で、落ちたらひとたまりもない高さ。スリルを味わいながら渡っていると、いきなり踏み板が外れて転落。幸い転落防止用のネットに引っかかって事なきを得た。その時悲鳴に気づいた友人が急いで駆けつけてきた。友人は大丈夫だったか、ほんとロープくらい修理してほしいよなと言った。何が怖いんだ。でもロープくらい修理してもロープを修理、ロープなんてどこに出てくるんだ。わからない。ロープが切れた。ロープ、あ、僕これわかんないかもしれない。どうしよう。最初に探偵なんて偉そうなこと言ったのに僕これわからない。だから解説を見てみます。なになに、踏み板が外れて落下したのにこの友人はなぜロープが切れたと思っているのか。あ、吊り橋を吊っているロープのことかな。で、この方は踏み板が外れて落っこってわーって言って、その悲鳴を聞きつけたお友達が来て、それを確認してもいないのにロープの修理のことを言ったってことは、この吊り橋を吊っているロープをそのお友達が切っていたということか。それで落ちたと思ったからこういうことを言ったのか。なるほど。怖い。あー、でもよかったね。ちょっと切れ目入れたぐらいじゃね、落っこちないっていう頑丈なロープだったんだね。どこのロープかちょっと気になります。じゃあ次。あるところに親の言うことをよく聞く少女がいました。少女は親から決して地下室の戸を開けてはいけないよと言いつけられていました。しかしある日、親が家を留守にした時、少女の好奇心が膨れ上がり、少女は地下室の戸を開けてしまったのです。そこで少女が見たものは明るい世界でした。どういうことだろう。地下室の戸を開けてはいけないよ。まあ理由は言われてないのかな。でも絶対開けちゃいけないよって言われていた扉を開けたら明るい世界。なんだろう。これは地下室に入ったという意味ではない。地下室の扉を内側から開けたということ。少女はずっと地下室に閉じ込められていたということ。確かに今読み返してみると、そうだ、本当だ、そのようにも読み取れる。ってことはこの少女は鍵もかけられていない扉をご両親の言いつけを守って開けずにいたんだね。とっても偉いけれども、その扉を開けてお外に出られたってことはもっと広い素敵な世界が広がっていくってことだからね。ぜひ幸せになっていただきたいと思います。じゃあ次。僕の誕生日にホームパーティーを開いた。その時家の中でみんなで写真を撮ったら変な人が写った。押し入れから白い顔の真っ赤な目の見知らぬ女の人が顔を出してこっちをにらみつけていた。
心霊写真だ、これはやばいと霊能者に写真を鑑定してもらった。そしたらこの写真からは霊気を感じない、心霊写真でも何でもないよだって。あーびっくりした。だってこれパーティーだったんでしょ。ってことはおしろい塗ってお目目にカラーコンタクトかなんかしたお友達が入ってて、お写真撮ってるぞびっくりさせようって言って押し入れに入ったっていうことなんじゃないの。それか本当に心霊写真でこの鑑定してくださった霊能者の方がインチキだった、どっちかだと僕は思います。じゃあ解説を見てみますね。幽霊ではないということは人間が一人紛れ込んでいる、そうだよね、そういうことだよね。ねえ、だからさっき僕が言ったおしろい塗ったカラーコンタクト入れたお友達が入ってたってことなんじゃないの。まあそのお顔が怖かったっていうことなのかなと思います。最後は前回の動画のコメント欄にも怖いお話が投稿されていたみたいなので読んでみますね。何何？ガチャピンは46年間ずっと5歳なこと。うん、これは霊柩入り